私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私の旧友である桔梗が海外から日本に一時的に帰ってきてるの。帰ってきている理由は友達の結婚式への参加。そのために日本に帰ってきて、長期休みで1ヶ月程度日本にいるんだって。結婚式っていいものだよね、なんて話してたんだけど、まさかの LINE が。なるみお姉様、この後結婚式なのにワインが。ワインがどうしたの？結婚式の前に招待客みんなで食事をする時間があったんです。その時にまさかの同級生と再会して。うん。その人がいきなり私にワインをかけてきたんです。ドレスもべちゃべちゃで化粧も落ちてしまって、どうすればいいかと思って。え、それで大丈夫なの？シャワールームとかそういうのないの？それがこの後すぐに式が始まるんです。一応着替えのドレスを持ってきていたので、そちらに着替えているんですけど。さすがの準備能力というか、なんというか。その人からこんな LINE が来て、私怖いんです。見てもらってもいいですか？もちろん見せて。桔梗とのどかの LINE。ワインぶっかけられた後どこにいたの？あんなべちゃべちゃぐちゃぐちゃの状態じゃ結婚式には参加できないよね。今は服を着替えて化粧直しをしているところです。そんなことしたってワインの匂いは取れないよ。黙って式場から出ていけば。あんたがまさか同じ結婚式に参加してるなんて思わなかった。なぜこんなことをするんですか？あなたのことはずっと気に食わないって言ってたでしょ。可愛げないくせに男に媚び売りやがって。もしかして学生時代にあなたの彼氏が私に一目惚れをして振られたことをまだ引きずっているんですか？はあ？別にそんなの引きずってないし。その時から私に嫌がらせをするようになってきましたもんね。なるほど、まだそんなことを引きずっていたとは。もうだいぶ昔のことではないですか？だからそんなことないって言ってるでしょ。しかも私はあの時あなたの彼氏とは一言も喋っていません。それなのに勝手に逆恨みされても困ります。そうやって自分は何もしてないのに被害者面して、私から彼氏奪ったくせに。奪ったわけではありません。しかもそんなことを気にして嫌がらせをしてきたのですか？私は今日友達の結婚式に参加するのをとても楽しみにしていたのに。あんたがまさかこの結婚式に来ると思わなかった。どうせ友達に誘われて一緒に来たんでしょ。はい、結婚式に参加しているのですから、新郎新婦どちらかの知り合いと考えるのが普通では？そんなはずないでしょ。新郎の方は私の取引先の社長さんなのよ。そんな社長とあんたが知り合いなわけないし、奥さんの方もすごい仕事ができる人なんだよ。そんな二人とあんたが知り合いなわけないでしょ。新郎新婦の友達の友達とかそんな感じでしょ。新郎新婦の友達の友達を結婚式に招待するなんてことがあるんですか？知らないけど、これだけの人数が来てるんだからそうでしょ。友達だけでこんな大人数になると思えないし。それだけお友達が多いということでよ。私は新婦であるひろみさんの親友なんです。ありえないって。あの夫婦、仕事ができることで有名なヤバい人たちなんだよ。うちの会社もあの社長さんと取引してるおかげで仕事ができるって感じだし。そんなすごい方と結婚したんですね。さすがです。あんたは早く式場から出て行って。友達の結婚式をお祝いしに来たのに、なぜ帰らないといけないのですか？あんたみたいなやつはいらないから。あんたがいると私がイライラして楽しめないのよ。これだけ招待客がいるのですから、私の存在なんか忘れてください。無理。あんたが同じ空気吸ってるって思うだけで無理。次は熱々のスープでもかけられたくなかったら式場から出て行って。なぜそんなことを言うんですか？私はただ友達の結婚をお祝いしに来ただけなのに。邪魔だからさっさと出て行け。今海外で仕事してるんでしょ？海外にでも帰れば。あなたは日本にいる必要なーし。何を言っても分かってくれないようですね。それはこっちのセリフ。私は帰るつもりはありません。それでは。もっとひどい目に遭わされたいみたいね。桔梗となるみのライン。何なのこの人、非常識すぎる。そうですよね、なるみお姉様、私怖いです。
友達の結婚式をお祝いしたいだけなのにこんなこと言われるなんて。結婚式が終わったら私の家においで。なるみお姉さま、今日はゆりとひまわり家族と一緒に焼肉パーティーするんだ。またあのお二方と一緒なんですか？家も近いし結構よく一緒に食事しているよ。そんなのずるい。だから結婚式が終わったら家においでよ。みんなで焼肉食べよ。私はなるみお姉様と二人っきりがいいのに。どうしたの？なんか言った？なんでもありません。私頑張ってきます。頑張っておいで。あんなこと言う人気にする必要ないよ。でもくれぐれも怪我をしないようにね。はい。熱いスープをかけるとか言ってたし、もしかしたら階段で突き飛ばそうとするとか、そんなのも考えられる。だからあんまり接触せずに気をつけるように。ありがとうございます、なるみお姉さま。のどかと気境のライン。なに、なんで帰ってないの？先ほども言いましたが、私は帰るつもりはありません。友達の結婚式をお祝いしに来たんですから。それにこの後私には仕事も残っています。しかもわざわざドレス着替えたの？ワインで台無しにしてやったのに。こんなこともあろうかと予備のドレスを持ってきていました。予備のドレスとか普通持ってこないでしょ。本当に帰らないつもりなの？帰りません。私から元彼を奪っておいて、よくもまあそんな顔ができたわね。何年も前のことをまだ言っているんですか？それだけじゃない。今日は彼氏と参加してたのに、あんたのこと見て綺麗とか言って目を輝かせてたし。なるほど、それで私に嫌がらせを。だからこれ以上私の彼氏の前をうろちょろしないで。今日は取引先の社長の結婚式、これ以上大ごとにはできないの。ワインをぶっかけるというのもなかなかのことだと思うのですが。誰も見てないところでやったからね。あんたの性格上誰かに喋ることもしないだろうし。まあ確かに誰かにこそこそ言うつもりはありません。そうでしょ？まだ帰らないって言うならこうしてやる。いた、何をするんですか？ごめんなさい、ちょっと手が滑っちゃったみたい。階段から落ちなくてよかったね。でもすりむいてしまいました。これぐらいで済んでるうちにさっさと帰ること、わかった？私は絶対に帰りません。何を言っても帰らないつもりね。後悔しても知らないから。1時間後。あんた私の彼氏に手を出したでしょ。そんなことしていません。嘘つかないでよ。あんたたちが二人で喋ってるところ見たんだから。連絡先を教えてほしいと言われて断っただけです。なんで連絡先をあんたが聞かれるのよ。そんなの私に言われても知りません。一度ならず二度までも、もう絶対許してあげない。そんなこと私に言われてもしょうがないじゃないですか。もう一回ワインかけてあげる。これで帰るしかないわね。あなたの会社終わりですね。え？それでは私この後スピーチがありますので。スピーチって何？え？ねえ、あれ嘘でしょ。新婦の友人代表のスピーチ、あんただったの？そうですよ。だから私は帰らないと言ったんです。まさかそんなスピーチするほどの仲だったなんて。え？どうしたんですか？こんなところに来てドレスが汚れてしまいますよ。まずい。私がワインまみれなのは気にしないでください。それよりも結婚式のスピーチを。やばいやばいやばい、会場がざわざわし始めた。それがこけてしまったようでワインが降ってきたんです。けど彼女も悪意があったわけではないですからね、のどかさん。え、手の怪我ですか？これも先ほどのどかさんがこけそうになって私が階段から落ちそうになっただけです。誰も怪我がなくてよかったです。ちょっとなんで全部喋っちゃうのよ。すごい目で神父さんに睨まれてるんだけど。気にしないでください、私は全然痛くありませんから。やばい、こっちに来た。違うんです、そのちょっとしたいたずらをしようと思って。そもそもあの人が私の彼氏に手を出そうとしたのが悪いんですよ。私は手を出そうなんてしていません。ただ連絡先を聞かれたから断っただけです。そうやっていつも自分が悪くないとか言ってるけど。え、出て行けて私が？あらあら、新郎の方も来ちゃったみたいですね。社長、どうしてそんなに怒ってるんですか？あ、もしかしたら先ほど私が話してしまったからかもしれません。え、
あんな陰湿なことをする人が会社と取引なんて心配じゃないですか。だからそれとなくお話ししておきました。ぜひ旦那さんに挨拶をしてほしいと言われて、先ほど軽く喋ったんです。喋ったって何を？どこまで話したの？あなたが私にワインをかけたこと、階段から突き飛ばして怪我をさせたこと、全部話しました。だってあなたは私にこんなことをするぐらいですから、契約がうまくいかなくて嫌がらせをするなんてことありそうじゃないですか。そんなことするわけないでしょ。一応注意喚起をと思ったのですが。やばい、私出て行けって言われてる。とにかく今出て行くけど、あんた後で覚えてなさいよ。さよなら。ゆりとひまわりと桔梗とのどかのライン。なんてことしてくれたの？私はただ真実を話しただけです。忙しそうですね。大丈夫ですか桔梗さん。ゆりさん、なるみさんが心配してたので様子見に来ましたよ。誰なのよあんたたち。桔梗さんの友達です。顔見知り程度の知り合いです。なるみお姉様が私のことを心配してくれたんですね。なるみさんに家に招待をしてほしくてわざと言っていたのに、とぼけたふりをするんですか？何のことですか？私はただなるみお姉様に少し心配事があったので相談しただけです。心配してもらえると思って言っていたのではないですか？何のことを言っているのかわかりません。そうだったんですね。すみません、早とちりしてしまいました。だから誰なのよあんたたち。どうしよう、社長めちゃくちゃ怒ってた。取引が私のせいでなくなったってなったら今後の会社はどうなっちゃうの？私もしかして会社クビ？心配しなくても今回の件以外でもクビになるように私が手配しています。は？ゆりは人のことを調べるのが得意なんです。特に悪さをした人のことは徹底的に調べ上げたりするので、あなたが悪いことをしていたらすぐにバレるってことですね。初対面でしょ私たち。それなのに何言ってんのこの人。あなたは知らないかもしれませんが、桔梗さんはなるみさんという知り合いがいます。知り合いじゃなくて大親友です。なるみさんは知り合いにもとても優しくするので。大親友だからですね。桔梗さんに嫌がらせをしたあなたのことよく思っていないんです。だからそれが何だっていうの。そのなるみさんってやつが何なのよ。なるみさんの名前を呼ぶな。息はぴったりなんだよな。やばい二人ではあるんだけど。ひぃ、なんで私が怒られないといけないのよ。とにかくなるみさんの知人を困らせたあなたは絶対に許しません。だって私はなるみさんのことを愛しているんですから。知人ではなく大親友だからですけどね。まあとにかくいろいろあってあなたは恨まれているってことです。だからって会社をクビ？何の権限があってあんたたちに。あなた会社で悪質な嫌がらせをしていますよね。え？人の仕事を取ったり、大切な書類をシュレッダーにかけてそれを後輩のせいにしたり、そういった証拠をすべてまとめて会社に提出しているので、あなたのクビは待ったなし。なんでバレてんの？嘘だ。そこまで根回ししていただいてありがとうございます。じゃあ最後のとどめは私が刺しますね。そうやってなるみさんに褒めてもらおうとしていますよね。いえいえ、ここまでやっていただいたので最後のけじめは私がつけようかと思いまして。心配しなくても私がしっかりと最後まで面倒を見てあげますから。いえ、そんなおんぶに抱っこなんて私は自分で処理できますので。ああ、また胃が痛くなっちゃうよ。本当に怖いのは猛獣でも幽霊でもなくこの二人なんだよな。私は会社辞めないから。そもそもあんたが私の彼氏に色目を使ったのが原因でしょ。もっと反省しなさいよ。そんなホイホイ他人に声をかけるような彼氏を作るのが悪いのでは。な、あなたの彼氏にみじんも興味はありません。しっかりと手綱を握っていてください。な、なんですって。そういうことなのでちょっと黙っていていただけますか。あなたの今後を私たちが決めているので。なんで私の今後をあんたたちが決めるのよ。さてどう調理しましょうか。ちょっと聞いてんの。この状態になったら何を言っても聞いてもらえませんよ。あなたはきっと生まれてきたことを後悔するようなそんな辛い目に遭います。え？
あの二人怒ると怖いんですよ。特に今、火花が散ってるわけじゃないですか。あなた、なかなかにひどい扱いされますよ。なんで？しょうがないですね。今回は譲ってあげます。本当ですか？ありがとうございます。その代わり、日本に引っ越してくるのはなしですよ。なんでそんなことを言うんですか？私は仲良くしたいと思っているのに。あなたのような貴重な人材は、日本ではなく、海外で輝くべきだと思うんです。お褒めに預かり光栄です。ですが私はこっちで頑張っていきたいと思います。遠慮せずにやりたいことをやりたい場所で、のびのびとどうぞ。それが日本なのでご心配なく。なんか私そっちのけで喧嘩してるんだけど。これってやっぱり喧嘩ですよね。なるみさん、これを喧嘩だと思ってないんだよな。今のうちに逃げ。さて、じゃあ今回のお仕置きはあなたがどうぞ。ありがとうございます。この人は被験体のマウスとして家で活躍してもらいます。マウス、いろんな薬を投薬したり、集団心理がどう動くのかを実験したり、いろんなことを頑張ってもらう予定なので。助けてひまわりさん。私にはどうすることもできません。さようならです。ちょっと助けてください、ゆりさん。私、お仕置きゆりさんからがいいな。本当ですか？じゃあ私の施設に来てください。え？全身の皮を剥いで、そこに塩水をかけたり、腸を引きずり出して縄跳びをさせたり、それから髪の毛も全部むしり取ってしまって、歯も全部抜いて、どっちも地獄。嫌だ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 。今回は譲っていただきありがとうございました。これでなるみお姉様に褒めてもらえる。褒めてもらえるのは情報収集した私もですけどね。お互いたくさん褒めてもらいましょう。そうですね。早く帰ってくれ。早く海外に帰ってくれ。その後、のどかさんは会社で散々後輩や同僚に嫌がらせをしていたみたいで、それがバレて自主退職。そのおかげでなんとか社長さんとの契約は続行できて、会社的には大ダメージを食らうことはなかったらしい。のどかさんは会社を後にした後、帰郷に連れて行かれた。帰郷が何の仕事しているのか私はよく知らないんだけど、もしかしたらゆりと同じような仕事をしてるのかもね。帰郷は早く日本に帰ってきたいって言ってたけど、仕事が忙しくてなかなか帰ってこれないみたい。でも近いうちに拠点を日本に移すって言ってたから、一緒に生活できる日も遠くないかも。それを聞いた瞬間、ひまわりが倒れちゃったんだけど、何があったのかな。また変なもの食べたとかじゃなければいいんだけど、ひまわりは変なものを食べないようにちゃんと見ておかないとね。のどかさんは今頃人間マウスとしていろいろ頑張ってる頃だろうな。どんなことをされているのかはあえて聞かなかったけど、毎日泣き叫びながらここから出してって言ってるらしい。他人に迷惑をかける人はいつか自分に返ってくる。それを肝に銘じて私たちも生きていかないとね。私の名前は水木。小学2年生の娘千秋と生まれたばかりの息子ひろや、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまる。この3人を育てている兼業主婦だよ。これは私がまだひろやを妊娠する前の話。久しぶりに家族でディズニーランドに行こうって話になったんだけど、面倒な人に旅行の話がバレちゃったんだよね。ねえ水木さん、今度ディズニーランドに行くんでしょ？それうちの家族も追加して。チケットとかよくわからないし、そっちに任せるから。あ、レストランとかの手配もそっちがやってよね。何の話？頭悪。だからうちの家族も行くって言ってんじゃん。面倒だから段取りはそっちに任せるって言ってるんだけど。一緒にディズニーランドに行くなんて私一言も言ってないけど。旅行はみんなで行った方が楽しいに決まってるでしょ。あとお金は全部後で払うから、そっちが先払いしてね。絶対に嫌だし、ララさんとは一緒に旅行に行かないよ。はあ？なんでそんな意地悪されないといけないのよ。そもそも私たちディズニーランド旅行とか行かないし、もし行ったとしてもララさんと一緒なんてごめんだよ。意地悪。ララさん、あっちこっちで揉め事ばかり起こしてるじゃん。そんな人と旅行なんて絶対に無理だから。私がトラブルメーカーだって言いたいの？そう、その通り。ランチとかお茶とかをしてると勝手に同じテーブルに入ってきて、お金がないからおごってって言ってきたり、
奈良さん、タカリ屋のおごらせ屋として結構有名だよ。そんなの、みんながケチなのが悪いんでしょ？ちょっとくらいおごってくれてもいいじゃん！ケチケチドケチ！人のことをケチケチ言うんだったら、自分でお金払いなよ。うちにはそんな余裕がないの！余裕がないのに、ディズニーランド旅行なんて無理でしょ。チケット代に交通費、それに宿泊するならもっとかかるし、中で食事をしたりすれば、それだけお金がかかるんだから。自分たちはできるって言いたいの？ごちゃごちゃ言わないで、あんたがうちの家族におごればいいの。ほら、やっぱりおごり目的じゃん。何が悪いの？だって旅行に行くだけ余裕があるんだから。それに、水木さんの娘とうちの娘、結構仲がいいでしょ？よくないよ。え？うちの娘が使ってる髪飾りを欲しがってたのは知ってるけど、娘が断ったら嫌がらせをされたって言ってたよ。まあ、そんな意地悪をしてたの？そうだよ。うちの娘が友達と一緒にお絵かきをしてたら、下手くそとかいろいろ言ってきたんだって。そっちじゃないわよ。なんで水木さんの娘、うちの娘に髪飾りをくれなかったの？本当に意地悪。親子揃って最低。はあ？まったく、ララさんには困ったものだよ。この人は気が強いし、自己中心的でかなり面倒な人なんだよね。だから気の弱いママなんかは押し切られて、おごらされることもあるみたい。そんなララさんに旅行がバレてしまって、正直ちょっと落ち込んだんだけど、旅行当日。ほら、水木さんたちどこなの？逃げようとしても無駄だよ。え、ララさん、まだなんか言ってるの？しつこいね。今日は家族でディズニーランド旅行の日でしょ？入り口で待ち伏せしてるから。子供を泣かせたくなかったら、うちらの費用も全部払いな。私たち、USJ に来てるけど。え？何言ってるの？今日の旅行はディズニーランドでしょ？いや、もともと USJ の予定だったよ。でも、もしかしたらララさんが現地まで来るかもしれないから、勘違いさせたままにしておこうと思ってね。じゃあ、水木さんたちは USJ にいるの？そういうこと。はぁ？どうすんのよ！水木さんがおごってくれるって言って、夫や娘も連れてきたのに、二人が傷ついたら、水木さんのせいだよね！あんた悪魔だよ！どんだけ自己中なんだよ。てか、何度も断ってるのに、理解ができないって頭大丈夫？そうやって人のことをバカにして楽しんでるんでしょ！バカにして楽しむとか、そういうレベルの話じゃないでしょ。ま、とにかく私たちは、USJ を楽しんでくるから、そっちはそっちで、楽しめばいいんじゃない？そんな余裕ないわよ！なんちゃって、実は私たち、USJ には行ってないんだ。当初の予定通り、ディズニーランドに来たんだけど、駅でララさん家族を発見しちゃってね。だからバレないように距離を取りつつ、ダッシュで中に入ったんだよ。ララさんがこういうのにお金を払ってるのって見たことないから、どうせ諦めると思ってね。やっぱり、案の定ディズニーランドに入るのは諦めたみたい。でも、入り口のところで、夫婦で大喧嘩になったみたいだよ。3時間後。ちょっと！さっきから連絡してるんだから、返事しなさいよ！え？ああ、ほんとだ。なんかたくさん連絡来てるけど、家族でテーマパークで遊んでるんだからさ。そんな頻繁にスマホなんか見るわけないでしょ。今すぐ送金して！は？送金？夫が私のことを置き去りにしていったの。お金もないし、家までどうやって帰ればいいのよ。それは、知らないけど。夫婦喧嘩をして置いていかれたってだけの話でしょ。てか、歩いて帰れない距離でもないんだし、歩けば？そんなの無理！私、高いヒールなのに！高いヒールなのに、ディズニーランドに入ろうとしてたの？大丈夫大丈夫。そのヒールで入るつもりだったんでしょ？なら家まで帰れるって。ふざけんじゃないよ！無料チケットがあるって言うからここまで来たのに、入れないってどういうことだって怒ってるんだから！へぇー。へぇーじゃない！どうしてくれるの？だって私は何も悪いことしてないからね。ああ、もうわかった。わかったからせめて送金してよ。こんなヒールじゃ帰れないんだから。そのくらいしてくれてもいいじゃん。いや。じゃあ、1000円だけ。いやって言ってるでしょ。お願いだから。じゃあ、条件をつけるから。条件？そう。帰りの交通費を送金してくれたら、水木さんとお茶してあげる。ちょっと、何その反応。いやいや、もう一生関わらないであげる。とかそういう話かと思ったら、お茶してあげるって。ララさんとお茶したいわけないでしょ。むしろ、
もう関わらないでほしいんだけど。なんで？なんでおごってくれないの？みんなおごってくれるのに。おごってもらえるのは当たり前じゃないからね。しかも別にみんなの好意でおごってもらってるってわけじゃないじゃん。ララさんの場合ほぼ脅しでしょ。脅し？話は聞いてるよ。私の言うことが聞けないの？とか言って無理やり気の弱いママたちにおごらせてたでしょ。本当にララさんのやってることって最低だからね。だってうちはそんなに余裕がないんだよ。水木さんのところは一戸建てだし、旅行にだって行けるし、みんなだって余裕があるんだから、そのくらいしてくれてもいいじゃん。ちなみに私だって昔は苦しかったよ。若い頃は夫と二人、本当にボロいアパートで暮らしてた時期もあったし、頑張ろうって思っても全然気力が湧かなかったしね。ほらならわかるでしょ。わかるわけねえだろ。え？私たちは気力もなかったり貧乏で大変な時期もあったけど、人にたかりをしたり迷惑行為をしようとは一つも思わなかったからね。ララさんとは価値観が全然違うんだよ。まあそういうことだから、ヒールだろうがなんだろうが歩いて帰るしかないでしょ。自分の親には頼めないの？親には借金の返済以外で連絡してくるなって言われてるわよ。あらら、そうなんだ。だからね。いや、何がね、なんだか。あ、アトラクションの順番がそろそろ回ってきそうだから、じゃあね。ちょっと待ちなさいよ。自分たちだけ楽しみやがって、このケチが。それにしてもララさん、押せば私がお金を出すとでも思ったのかな。出すわけないんだから最初から諦めればいいのにね。ちなみにご近所さんでララさんの旦那さんと交流のある人がいるから、その人を通じて旦那さんにも事情を説明しておいたよ。旦那さんは単純だけど悪い人ではなくて、ちゃんと謝ってくれたから一安心だね。そしてララさんの方はというと、結局ヒールを履いた状態で家まで歩いて帰ったんだってさ。その後しばらくはおとなしかったんだけど、1ヶ月後。私、ララさんの弁護士です。はあ？水木さんはララさんにひどいことをしたので訴えますね。慰謝料1億請求しますから。慰謝料じゃなくて慰謝料じゃないですか。え？あ、そういえば法律で漢字が変わったんでしたっけ。そうです。素人のくせに余計なこと言わないでください。あのさ、ララさん、こんなことして恥ずかしくないの？慰謝料が慰謝料に変わるなんて、そんなことあるわけないでしょ。あんた、私のこと騙したの？こっちは弁護士なんだから。弁護士を語るのって犯罪になるんじゃないの？何その感じ。ルルル？私のことバカにしてるんでしょ。慰謝料払いなさいよ。とりあえず警察に連絡するね。警察？なんで？だって弁護士を語ってお金を巻き上げようとしてる人だよ。かなり悪質だと思うんだけど。え？そんなことで逮捕されないよね。私さっき10万もらったんだけど。10万？誰から？近所に住んでるママから。ララさんの弁護士だけど、ララさんを傷つけたから訴えます。訴えられたくなかったら10万払えって言ったんだけど。そうしたらそのママさんが10万円払ったの？そう、さっき家に持ってきた。だって夫が離婚するなんて言い出すから、行く場所ないし軍資金が必要でしょ。だから少しでもお金を稼ごうと思って。そりゃ完全にアウトだね。よかったね、離婚しても行くところありそうじゃん。塀の向こうなら屋根付きだよ。そんなの嫌よ。その後、離婚したララさん、あっという間に塀の向こうへ行ってしまったよ。弁護士を語ってあちこちからお金を集めていただけではなく、そもそも人を脅してお金をもらったりしていたみたい。恐ろしい話だよね。ちなみに離婚の決め手になったのは私が原因。みんなから聞いたララさんの被害状況をまとめて旦那さんに渡したんだよね。ちょっと首を突っ込みすぎちゃったかなと思ったけど、結果としては良かったかな。あれから数年、ララさんは塀の向こうから出てきて、今は紹介されたところで働いてるんだって。最初から働いていれば塀の向こうに行くこともなかったろうにね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。